私の夫はたくさんの趣味があります彼の趣味の一つはボルダリングです彼は週に1、2回ぐらいボルダリングに行っていますこのビデオでは彼はこの壁についている黄色の石みたいな岩みたいなやつだけを使って一番上まで行きます最初のスタートは えーと彼は右手と左手で別の黄色のホールドをつかまないといけません左のかかとを一番下の黄色のホールドにかけました右足が床のパッドから離れたらスタートです 彼は右手を高い方のホールドにかけました少しだけジャンプをして左手で別のホールドをつかみました足が両足が壁から離れましたその後、右足をあ最初に右手でつかんでいたホールドにかけました 左足のかかとを、えー、っと大きなホールドにかけましたその後彼は自分の頭の上にある大きな黄色のホールドを見ますそして右手でその頭の上の大きな黄色のホールドの下をつかみますその後右足を えっと、右手の下にあった黄色のホールドに置きます。えっ、ー、と、右足を置いていたホールドを右足ではなく左足に変えます。右足で壁を押してバランスをとってます。上にある縦長の 黄色のホールドの左側を左手で掴みますその後壁を押してた右足を元の左足を乗っけていたホールドに戻しますでその後左足を左にある小さなホールドにかけます右手で一番上の 黄色のホールドをつかみます。でその後、えっ、ー、と左手でその一番上のホールドを掴んでおしまいです。で終わったのでジャンプをして下に降ります。ボルダリングやったことある人がいたらコメントで教えてください。それではバイバイ。